交渉のカンドックブルックリン海軍交渉はニューヨーク市ブルックリン区にあるアメリカ海軍の造船所である。ニューヨーク海軍造船所ニューヨーク海軍交渉合衆国海軍交渉ニューヨークとしても知られる。交渉はバッテリーパークの1.7マイル北東部イーストリバーのブルックリン側に位置する。本交渉は1801年に連邦政府によって設立された。 南北戦争により交渉は約6000名を採用し拡張された。第二次世界大戦の直前に、交渉は8キロメートルの舗装路を持ち、9 9ルから2 1 3メートルに及ぶ4つの艦ドック、2本の構成船舶用運が、引き上げ作業用の6つのポンツー運と遠藤上フロート、船舶用バラック、発電所、巨大な通信所、鉄道白車、鋳造所、 機械工場、倉庫を有していた。1938年に、交渉は1万人を雇用し、その3分の1は、公共事業促進局によって雇用された。第二次世界大戦のピーク時には7万人が働いた。交渉は1815年に浸水した、ロバート・フルトンのフリゲート、フルトンを建造するために開設された。 アメリカ初の装甲艦であるモニターの金属装甲が外装されたのは本校省であった。1890年にはメインが本校省で浸水した。1937年には戦艦のオスカロライナが寄港している。アイオワは1942年に完成した。空母アンティータムは1952年12月に初のアングルドデッキを持つ航空母艦として 本交渉で改修が完了し、1953年1月12日にテストを開始した。ブルックリン海軍交渉の労働者にとっては、不幸なことに20世紀の大半を通じて、石綿が船の建造を及び修理に広く使用されていた。連邦政府は健康問題訴訟にうまく対処したが、同交渉を退職した何千名もの労働者は、アメリカ海軍に、 石綿製品を供給した企業に対し多くの訴訟を提訴した。海軍は1966年に交渉を解約し、ニューヨーク市に売却した。現在は民間企業及び商業活動エリアとなっている。200以上のテナントに3500名もの従業員が就労し、ブルックリン海軍交渉開発株式会社が管理、運営している。2013年11月10日の例では、 レディー・ガガの新アルバム発売記念のイベント会場に利用されている。交渉にはニューヨーク市が所有する3つの桟橋があり、シートレイン・シップ・ビルディング・コースタル、ドライドック・リペア株式会社によって管理、操作されている。350フィートから890フィートまでの長さの10のバースト7メートルから12メートルの深さの10フィートデッキを持っている。 ありがとうございます。